はい、皆さんこんばんは。マナビングの斉藤と申します。検定ごっこっていうサイトをやっております。社名で分かる通り、去年の5月の新会社法で許された新しい会社です。作ったのは10月2日去年です。検定ごっこっていうのを作ってたのが去年の12月12日、約3ヶ月テストランを重ねてやっと本番に移行できました。いろいろこう後でお話しますけど、もともと私は14年間e ラーニングの会社におりまして、駿台予備校で e ラーニングのソフトウェアをずっと作っている。そこでマクロメディアと仲良くなって、最後は取締役副社長として、終わりましたけども、e ラーニングは非常にスケーラブルな業界じゃなくなってしまってですね、ちょっともうやだなと思ったところにですね、ちょうどマクロメディアがアドビに買収されたその節目でですね、転職しました。次に行ったところは、実はここに書いてあって知ってる人は知ってるんですけども、オプトの子会社のホットリンクという会社です。ライバルの会社さんもいらっしゃるみたいですけども、内山社長のところで1年ちょっと、Web 2.0 を徹底的に教わって、あとオプトの方には一からですね、ネット広告のやり方を教わりました。新人研修一緒に出てですね、本当にターゲティング広告、それからヤフーのいろんな広告ってゼロから教わって、やりました。で、大手町に移転するタイミングで、ちょっといろいろありまして、いろいろって個人的に考えるところがあって、もう一回別な会社に行くか、それとも別どうしようかなって考えたんですが、結局はですね、前にやってた、ネット学習とネット広告の組み合わせでビジネスができるなと思い浮かびました。実は e ラーニングってターゲティング広告の最たるもんでして、学習履歴っていうのをうまく使うととてつもないことができてしまうんですね。検定ごっこは実はあれは属性をフィルタリングする一つのパーツでしかないです。実はこんなにヒットすると思わなかったので、2ヶ月に一遍どんどん商品出すはずだったんですが、今後こういうふうにですね、いろんな商品を出していく予定です。ちょっと戻りますけども、おかげさまでものすごくメディアにガーッと取り上げられたおかげでですね、最後は増資までできてしまって、なんかとってもラッキーだったなと思ってます。私どものモデルは、ちょっと皆様方と違って、本当にネット学習っていう考えが一つあります。でネット学習とネット広告をいかに組み合わせるかというところがポイントなので、おそらく検定ごっこを見た人はどうしてあんな発想をしたんだろうと思われたと思うんですけど、そもそも発想が e ラーニングから来ています。ただ e ラーニングの人はきっとああいう広告を挟むっていう感覚は浮かばないし、広告の人はきっと e ラーニングのことはわからないので、そういう点ではうまく2つの方をまとめてですね、こういう検定ごっこっていうのが、うまくできました。最終的に行き着く先はいろいろ e ラーニングとネット広告を組み合わせた大きなモデルが3年後ぐらいに出来上がる予定です。じゃあ皆様方が一番興味ある検定ごっこなんですが、もともとは本当にブログパーツで、しかも非常にシンプルな形のブログパーツです。素人が作ったブログパーツを誰が貼るのと思われるかもしれませんが、実は非常にですね、おかげさまでヒットしています。構造は非常に単純で、ユーザーがホームに打ち込んだ検定がですね、こうやってもうどんどんこう背景決めたりコメントを書いたりして、最後はフラッシュのブログパーツが生成されて、そして80点ぐらい取ると今度はその終了書の認定書のブログパーツもフラッシュで、検定も終了書も両方ともフラッシュのブログパーツなので、どんどんユーザーが貼っていくという形。普通ブログだと、初めて来た人にはこう文字を読まないとどういう人かわからないんですが、検定ごっこだとガンダム検定、ドラゴンボール検定、幽遊白書検定っていう終了書を貼ってると、一目でこの人はゲームとか、そういうのが好きなんだっていう形でですね、貼ってる人はむちゃくちゃ貼ってるというのが今検定ごっこのところです。もともとイダリンから来てる発想なんで、ちょっと皆さんとはちょっと考えが違うんですけども、あんまり口コミでバイアルとかってことは最初は考えてなくて、そもそもの発想は e ラーニング、私14年間マクロメディアと一緒に作ってる時、とにかくお金かかって工数かかんなと、フラッシュのコンテンツってシナリオ作って、コンテンツ作って、ナレーション原稿作って、音取って、フラッシャーを雇って、イラストレーターデザイナーやって、やっと作ったら今度はバグが出てお客さんに怒られてって、もうカンパケ作るのはもう嫌だなと
思って、なるべく簡単にユーザーに作ってもらって、仕組みで儲けたいなっていうのが本当のところです。おかげさまで検定学校いきなり、浦和レッズの検定が、始まったすぐ瞬間ですね、とあるレッズのファンがですね作った、検定が、なんと26日で1万人というとてつもない受験者数を叩き出して、一緒にやってるヤフー検定に比べてもこのバイラル度は非常にすごかったかなと思います。で、検定ごっこはですね、実はこの当時、今もそうなんですけど、検定を ASP で、金沢検定とか京都検定って形で、いろんなその検定をやりたい人からお金を取るというモデルが大体一般的なんですが、私どもの場合はもともとネット広告でコンテンツを安くしようと思ってたので、この検定ごっこって言葉自体とかコンセプトをものすごい考えました。例えば漢字で検定って書くと途端に厳密度が増してきてですね、間違えると怒られる雰囲気になっちゃうのを、ひらがなで検定ごっこって伸ばすことによって、昔ミクシーができた時の緩やかなこう緩い感じにすることを考えました。実際レズの検定にこうコメントが書いてあって1万人ぐらいの評価がガーッと書かれてるんですけど、オタクとオタクの勝負ですから8問目のゴールは違うぞっていう評価、コメント書いてる人に次に書いた人が、そもそも検定ごっこだからいいじゃんとユーザー同士でですね言ってくれる、これは本当にありがたいなと思ってます。あと事例ですね、薬業界で非常にブログを使ってる人が多いので、この薬事日報というのがものすごい勢いで広がって、小町とかの大きな製薬会社さんとか、あと調剤薬局さん、すごい広がりで、これが広がってます。で、実は検定ごっこには表に出している公開エリアとコミュニティだけで使う、内々で使う場合の非公開エリアっていうのが選べるようになってます。例えば新潟の中学校の先生のあだ名検定っていうのがあったりするんですけど、それは表に公開する必要がないんで内々だけで遊んでるんですね。そういう目に見えない検定も実は1300のうちの200いくつが全く誰にも触れない、それから検索もされない検定があります。ただしアダルトとかそういう誹謗中傷に関しては違反通知機能がありますので、かなり的確にですね、すぐに飛んできます。まだ 1,2 件しかないんですけど、非常にコミュニティのこう色をつけるのには成功したかなと思っています。非公開エリアで一番ヒットしているのがジャンヌダルクの当事者が作った、ジャンヌダルク検定ですね。1月1日にバンドのメンバーが作ってファンにやってみってやった瞬間、6000何百人がやって、そこから派生してジャンヌダルクのファンがジャンヌダルクの検定をまたいくつも作り出したという形です。オフィシャルの方では1月1日に日経新聞のイエコノミーっていうのと一緒にセットでイエコノミー検定というのが使われました。で、今やってるのは少しバージョンアップして東ハトのポテコのゴールド検定と、これは実はフラッシュですから CM を見られるようなちょっとハイエンドなものにしています。で、これがさっきアップした無視試検定と呼ばれるものです。映画が非常に今ヒットしてますが、eBook Japan とタイアップして、やりました。このようにタイアップ検定がものすごい勢いで今増えております。で、皆さんが一番興味ある数ですが、 PV は大したことなくて50万 PV くらい、検定数1300ぐらいです。ところが PV は、5万なんですが、外でインプレッションしているフラッシュのパーツはこの4倍ぐらいございます。ですから月間で200万とか200数十万がフラッシュで見られているということになります。私たちが重視している検定数は、一番受講しているという数が33万ということですね。ちょっと時間が、私配分が悪くてすみません。実際やっている人が検定ごっこした理由はうちのサイトではなくてブログとかミキシーから知って、年齢としては20代30代が圧倒的におります。結構属性は